諸村労働党創立76周年に際して国防発展展覧会自衛2021が10月11日三倍革命展示館で盛大に開かれました。諸村労働党総書記で諸村民主主義人民共和国国務委員長の金正恩同志が開幕式に臨席しました。諸村労働党中央委員会政治局常務委員会のチェ・リョンヘ、チョ・ヨンウォン、キム・ドクフン、パク・チョンチョンの各委員が開幕式に参加しました。党と政府の幹部と内閣各省勤労者団体の責任者がこれに参加しました。また武力機関の責任者と諸村人民軍各軍種連合部隊長が参加しました。国防工業部門の功労のある科学者技術者などが展覧会に招かれました。開幕式に先立って総合軍楽隊のユニークな礼式がありました。ついで人民軍戦闘員の閣議のエキシビションがありました。歓喜に満ちた10月の空に赤い塔の旗をなびかせながら最優秀パラシュート兵が降下技巧を披露しました。開幕式場の上空で戦闘機のパイロットたちの技巧飛行が行われました。国防発展展覧会の開幕式が行われました。金正恩総書記が国防科学研究部門の幹部と功労者とともに幹部団に着きました。諸村労働党中央委員会政治局常務委員会委員の党中央委員会パク・チョンチョン書記が開幕の辞を述べました。展覧会の開幕を告げるや諸村民主主義人民共和国の荘重な国歌が奏でられました。金正恩総書記が国防発展展覧会で記念演説をしました。総書記は今日の盛大な展覧会は不罰の自衛路線を変わりなく堅持して国家防衛力強化の新たな転機を迎えている諸村労働党の雄大な抱負と指導力、熱戦的執行力を集約的にビジュアルに分かるようにし、共和国が到達した国防科学、軍需工業の驚くべき発展ぶりと、その目覚ましい展望を誇り示す、大規模な一平式に劣らぬ国力の一大デモンストレーションだと誇り高く宣言しました。総書記は、諸村労働党がこれまでの5年間、必然と断行すべきだった、死を決する国防工業革命の道、未知の草分けの道を振り返り、国防強化を片時も手放してはならない必須の日立する重大国事とした労働党の国防政策の正しさに触れ、人民の皆が偉大な我が国家の防衛力を全面的に固めるための神聖な偉業に心身と知恵と情熱の限りを尽くしていこうと熱く呼びかけました。開幕式では国の国防力の発展に秀でた貢献をした人たちに対する表彰がありました。金正恩総書記が直々共和国の最高勲章であるキム・イルソン勲章、キム・ジョンイル勲章とキム・イルソン章、キム・ジョンイル章、諸村民主主義人民共和国労働英雄の称号とともに土と鎌の金メダル及び国旗勲章第1級を授け、また総書記により偉大なキム・イルソン主席のネーム入りの時計の表彰、偉大なキム・ジョンイル総書記のネーム入りの時計の表彰がありました。金正恩総書記が参加者と共に展覧会を見ました。会場にはこれまでの5年間開発生産された各種兵器、戦闘技術機材を主とする強力な諸村の国防力が集結されていました。金正恩総書記は土の精神が羊のように伸び、国防科学者と軍事部門の労働者、人民皆の息吹が感じられる生命体のような装備の一つ一つを深い感慨の中見て、世界最強の自衛の国防力を100倍1000倍に固める民族史に記される神聖な偉業に捧げられた諸村労働党に忠実な国防部門の人たちの熱烈な愛国忠誠を改めて評価しました。金正恩総書記は諸村労働党と共和国の歴史に特筆すべき国防発展展覧会を記念して国防科学部門の幹部と有意義な写真を撮り、ついで
技巧飛行及び降下任務を立派に遂行した朝鮮人民軍航空及び対空軍のパラシュート兵、戦闘機のパイロットたちと共に記念写真を撮りました。敬愛する金正恩総書記が710年2021年10月11日、国防発展展覧会 GA2021 の開幕式で記念演説を行いました。金正恩総書記は演説で、朝鮮の先進的で近代的な面、また勇敢さが凝縮された国防発展展覧会に参加した同志の皆さんを熱く祝う、今日開かれた国防発展展覧会 GA2021 は今年の党創立記念日をより有意義なものとして記念し、ユニークなものとして輝かせている。今回の国防発展展覧会はその名が示しているように、不抜の自衛の路線を変わりなく堅持して国家防衛力強化の新しい転機を迎えている労働党の雄大な抱負と指導力、実践的執行力を集約的にビジュアルに分かるようにし、共和国が到達した国防科学、軍需工業の驚くべき発展ぶりとその目覚ましい展望を誇り示す一大祭典である。厳しい試練と胸がいっぱいになる気絶の瞬間が端々にこもるこれまでの5年間の国防力発展の道のりは、その一歩一歩が党と祖国、人民と次の世代の前にこの上なく堂々とした栄光を極める張り合いのある革命の道、愛国の道、偉大な勝利の道のりであった。共和国の建国史にかつてない世界有数の国防力を創造し、朝鮮人民の長年の願いを叶える抜群の最新の成果を成し遂げるのに貢献した国防工業部門の科学者、技術者、功労者と軍需部門の労働者の皆に、党と政府の名で朝鮮人民皆の心を込めて熱い感謝を慎んで捧げ、また全人民に心から感謝する。今回の展覧会が我々の偉大な勝利を総括する勝利者の展覧会、国防部門と国中の人民に限りない力と勇気を倍化する励ましの展覧会、朝鮮式社会主義建設のより早くより力強い前進発展を推奨する新種の気象に富んだ展覧会になるものと確信する。朝鮮労働党の国防政策の真髄は自力で国と人民を守ることであり、絶え間なく発展し向上する強力な防衛力でいかなる脅威と挑戦も抑止し、平和を頼もしくまた揺るぎなく守ることだ。歴史的に外部勢力の侵略による受難をなめ、世紀をまたぐ敵対勢力の恒常的な脅威の中で社会主義を建設しなければならない朝鮮の民族史の教訓と朝鮮革命の要求と特殊性からして、国防の強化は労働党と共和国政府、朝鮮人民が一瞬たりともおろそかにしてはならない必須かつ死活にかかる重大国事となっている。今朝鮮半島周辺の軍事的緊張からして、共和国に作られた軍事的危険性は10年5年前いや3年前のものとまた違う。前では平和、そして協力と繁栄を云々しながらも誰かの脅威に対応するといって、アメリカと南朝鮮が頻繁に展開するさまざまな軍事演習の内容を投資してみてもわかるものであり、この頃度が過ぎるほど露骨になる南朝鮮の軍備近代化の試みを見ても、朝鮮半島地域の軍事的環境が変化するはずの明日を優に図れる。やりたい放題に振る舞う南朝鮮当局が、今は我々の自衛の国防力発展の権利まで奪おうと、甚だしくは我々の通常兵器の試験まで武力挑発だの、脅威だの、緊張を煽る不適切な行為だとのレッテルをたくさん貼り付け、アメリカを頭とする敵対勢力の反共和国の声の温度を率先して取っている。我々の自衛の国防力発展に不法極まりない国連決議を盾にして束縛の足かせをはめ、自分たちは自ら一方的に設定した何がしの脅威に立ち向かうといういわば正義の看板のもとに軍備増強に熱を上げている南朝鮮の偽善的な態度とアメリカの暗黙の庇護は、北と南の間の感情と情緒を毀損し続けており、追求する無制限の危険な軍事力強化の試みは、
朝鮮半島地域の軍事的バランスを破壊し、軍事的不安定と危険を増大させている。南朝鮮は我々の脅威を抑止するとの途方もない口実のもとに、軍事力の面で我々より優位を占めようとの欲望をいくつかの契機にあらわにし、決まって名分としては我々の脅威を抑止し平和を守るとの口実を掲げている。我々を対話と協力の相手でなく脅威の対象に、抑止すべき相手に規定したこと自体が、表では否定しても隠すことのできない骨髄まで停止した反共和国敵対感情の集中的な現れだ。我々は南朝鮮のこのような欲深い野心と相手に対する不公平を助長し、感情を傷つけるダブルスタンダードの非論理的な強盗さながらの態度に大きな遺憾を表し、これからも引き続き我々の自衛の権利まで毀損させようとする場合、断じてこれを許さず強力な行動で立ち向かうだろう。しかし南朝鮮が必死になって我々に言いがかりをつけず、我々の主権行使にまで因縁をつけないとすれば、断言するが朝鮮半島の緊張の誘発は決してないだろう。そのことでないなら、我々が南朝鮮と絶戦を繰り広げることもなく、そうする理由もない。この地で同じ民族同士武力を使用する悲惨な歴史は二度と繰り返されてはならない。再三明らかにすることだが、我々は誰それとの戦争を論じるのでなく、戦争そのものを防止し国権を守るため、文字通り戦争抑止力を培うのであり、我々の言う戦争抑止力と南朝鮮の言う台北抑止力は、言葉と意味本質において別の概念である。我々の主な敵は戦争そのものであって、南朝鮮とアメリカ特定の国家や勢力でないと述べました。金正恩総書記は、我々は目下情勢を即興的に、感情的に、または主観的に判断してはならず、冷静に正しく把握しなければならない。アメリカが最近になって共和国に敵対的ではないというシグナルを頻繁に発信しているが、敵対的でないと信じられる行動の面での根拠は何一つない。はっきり言えるのは、朝鮮半島地域の情勢の不安定はアメリカという根源のため、そう簡単には解消できなくなっている。朝鮮半島の不安定な目下情勢下で、我々の軍事力をそれにふさわしく不断に培うのは、朝鮮革命の時代にかなった要求であり、我々が革命と未来の前に担っている至上の責務である。現状は我々が少しの自慢と足踏みもなく、現実的に存在する懸念と脅威を安定的に手なずけることのできる力と手段を揃えるのに拍車をかけることを求めている。強力な軍事力保有の努力は、平和な環境と対決の状況を厭わず、主権国が一時もおろそかにしてはならない当為的な自衛かつ義務上の権利であり、中核的な国策となるべきだ。我々は朝鮮半島地域の軍事的緊張を煽る敵対勢力のあらゆる卑劣な行為に堅実で断固とした姿勢で立ち向かい、平和な環境の根幹に揺さぶりをかける原因を次第に解消しなくして、朝鮮半島地域に強固な平和が到来するよう全力を尽くすだろうと強調しました。金正恩総書記は、朝鮮労働党第8回大会は、国防科学部門と軍需工業部門で5カ年計画期間、第二次国防工業革命を遂行して、我々が握っている軍事技術の強制を一層不可逆的なものにするための具体的な課題を示したとし、労働党の固い意志と正しい導きがあり、党と革命に無条件忠実な国防科学者と軍需部門の労働者がいるので、我々の正当な愛国引用では一層輝かしい成果が収められるだろう。よって一層確固としてさらに完備し、一層強くなった戦略的パワー、戦争抑止力が共和国と朝鮮人民の安全と未来を守ることになるだろうと述べました。金正恩総書記は、今日我々が国防発展展覧会を盛大に催す真の目的は、これを契機に国防科学者、技術者、軍需部門の労働者を励まし、人民に新たな自信と勇気を持たせるところにもあるが、基本は
国防力の発展を一層力強く促すところにあると述べました。金正恩総書記は再三強調するが、誰も手出しできない無敵の軍事力を保有し、引き続き強化するのは朝鮮労働党の揺るぎない最重大政策で目標であり、揺るぎない意志だとし、共に祖国と革命、人民に固めた誓いを忘れず、必勝の信念と自信を持って偉大な我が国家の防衛力を全面的に固めるための神聖な偉業に心身ともに捧げ、知恵と情熱の限りを尽くしていこうと述べました。朝鮮労働党創立76周年に際して、マンスデ農家の偉大なキム・イルソン主席と偉大な金正恩総書記の銅像に、イタリア国際グループのジャンカルロ・エディアバロリ理事長から花籠が贈られました。12日キム・イルソン主席と金正恩総書記の銅像に花籠が捧げられました。これに先立って主席と総書記の銅像にドイツ判定フォーラム名義の花籠が捧げられました。朝鮮労働党創立76周年を記念して盛大に開かれた国防発展展覧会自衛2021への人々の関心が高まっています。百戦百勝の朝鮮労働党の革命的な国防政策と輝かしい生命力が集大成された会場を、12日党中央委員会の幹部と各市軍連合企業所の党責任幹部、各省中央機関出版報道部門の活動家、言論人が見ました。敬愛する金正恩総書記が国防発展展覧会の開幕式で行った記念演説を丁寧に聞いた一行は、朝鮮民主主義人民共和国が到達した国防科学軍需工業の驚くべき発展ぶりと展望を見せる先端武装装備に見入りました。国家科学院の科学者、技術者が科学技術の発展で新たな飛躍を遂げるために励んでいます。今度の政府連合企業所に降りていった製鉄研究所の科学者は、超高電力電気炉に炭素、微粉炭の吹き込み工程を構築するため取り組んでいます。ハムフン文民の科学者は、ゴム製品の国産化のための化学補助薬剤の開発など、現実で求められる主な研究課題の解決に励んでいます。採掘機械研究所と製紙工学研究所など、複数の研究所でも、発電効率の高い火力タービンバネの拡大導入、教科書用紙の生産正常化と製紙工場の設備の製作での研究課題などの懸案を解決するため努めています。溶接研究所の科学者は、レールの不良箇所の探知が可能なレール欠陥探知機の開発に全身全霊を打ち込んでいます。水利工学研究所と国家金化部保存研究所の科学者は、ポトン川の水質を改善するための科学研究に知恵と情熱の限りを尽くしています。石炭工業部門の労働者が運搬能力の向上に拍車をかけています。リョンデ青年炭鉱、ポンチョン炭鉱のベルトコンベヤー設置工事が終盤で進められています。リョンデ青年炭鉱では、ベルト鋼の建設のための掘進と拡張、高級化作業を終えたのに次いで、9月まで地上構造物を完工し、現在設備の組み立ての準備に取り掛かっています。ポンチョン炭鉱の労働者も、数百メートル区間のベルトコンベヤーの設置工事に合わせて順序を正しく定め、作業の手配を綿密に行っています。2月8日、チクトン青年炭鉱、チョンソン青年炭鉱など多くの炭鉱でも、自らの力と技術で運搬設備をフル稼働させる一方、運搬能力を高めるために努めています。各部門で生産での化学技術上の懸案を解決して、生産活性化の土台を固めています。運産製菓工場では、リサイクル化の研究を深めて、靴底の圧縮率と膨張力など履物の技術的指標を科学的に解明し、製品のクオリティアップを図っています。キュンソン外資工場では、従業員のスキルアップに力を入れて、生産能力の拡張と近代化での難問を自力で解決しています。最近だけでも工場では、
30余りの価値ある技術革新案を導入して生産を増やしました。平壌香料工場では天然の精油による香料生産システムの構築に主眼を置いて新製品の開発に着実に取り組んでいます。平壌靴下工場では自らの技術力で増産の方法を探し出しています。以上をもちましてこの時間のニュースを終わります。カンソニがお伝えしました。こちらは諸村の声放送です。